でギャル曽根って本当に食べてんのかなと思ったわけ俺テレビもやっぱりずるいよねテレビこうなんていうのこうわざとこうギャル曽根を勝たすような本気の秋瀬マを見てみたいねガチンコでどっちが勝つかみたいなはい皆さんこんにちは高藤力です今日もよろししくお願いしますなんかね その関取一首がやっぱなんか最近やっぱそのそういうふうなこう食で意外となんか面白いからこう最近食でテレビ出るようになったんだよ大食、はいとかで,で俺もなんか俺胃袋だから4分の3切ってるんですよで俺出たくない出たくないって言ったんだけどあの有吉の番組のに出たわけ、はい、で出て本当にへなチョコだから。 ちょこっと食って終わったけどもうそれ一回で終わったのね一回で終わったんだけどもう全然テレビのあ,のあれじゃないっていうことで俺も出たくなかったしでもやっぱりさこううちのマネージャーなんかやっぱりこうなんとかこう出してやっぱ七三だから 七三だから <laughs> 俺ならいやらしい話七三なのよ <laughs> 俺7もらうんだけど3でも持ってきたらやっぱ三もらえるわけだから、はい、だからそれでちゃんとこういう仕事ありますとか言って仕事持ってくるわけよ、はい、で、まあ、出るんだけどその時たまたまギャル曽根いたわけよ、はい、でギャル曽根って本当に食べてんのかなと思ったわけ俺で実際にんかこんな,なんかこう なんでうどんみたいなそばみたいなそういうなんかそういういのがあったわけそれで食べたんだけどもうこんなだから、はい、でまだその時なんか全然最近あんまりテレビも出てないような花子なの,のこう花子のなんだっけあのちょっと太ってる方のあれもご飯大食いだっていうからいて3人か4人ぐらいで食べたのかな。 食べ物もその食べ物もあんま苦手だったけど、もうもうもうぶ、1.5リットルか 2, 2リ2リットルぐらいある2キロぐらいあるのかな、もう2、3口食べてもう腹いっぱいになった。<laughs> それは <laughs> れそれは作り手側から来たらちょ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 ,ちょっとなんですよねそうそうそう。もうちょっとやめてくれよこの高通りこの何しんテレビ出してんだこの野郎みたいな。 でギャル曽根ってどれぐらい食うのかなと思って隣に行ってさギャル曽根が。でやっぱりさ途中で吐きに行ってんのかなとかって思ってたのねっとそしたらきれいにきれいに食べてまず余裕で食べてたからああやっぱりすごいんだなと思った。ああギャル曽根やっぱ大食いなんだなと思った俺は。うん でもさでそれでたまたまそのお相撲さん幕内のお相撲さんで秋瀬山ってお相撲さんが、はい、たまたまなんか縁あってどっかでご飯食べる機会があったんだけど、はい、全然だからこう焼肉でもだから俺らの時だったら高見杉さんとか行ってね、はい、あのそのてっちゃんあるじゃないですかてっちゃんね。はい、ててっっちゃんホホルモン、ね、ホルモモンンねを バケツで食べ <laughs> バ,ケツバケツで食べてほんで,でもうそれも新鮮なホルモンだよねだから普通は両面焼くのにさ片面しか焼かないとペルペル食べちゃうわけよほんでそれを何ていうのもうねバケツいっぱ杯だからちっちゃいバケツいっぱ杯ぐらい食べるからほんでお腹いっぱいでやめたわけじゃなくて顎が疲れたからやめた <laughs> ぐらいで食べた あなあと思ってほんでまあ秋篠山はこう飯食べてたんだけど焼肉全然だからいくら食べても腹いっぱいなんないとか言ってだからもうそこでだから結局焼肉50人前ぐらい食べたのかなペロペロっとごはんもペロペロっと食べてほんで,で全然平気な顔してて「まだいけんの?」ってでそれから寿司屋行ったもんね <laughs> 寿司屋行ったもん。 寿司ってめ全然寿司あ大丈夫ですよとか言って「100個ぐらいなら行けます」みたいな「<laughs> <laughs> <laughs> すっげえ、ね」と思ってそれでギャル曽根とやったとねほんでもう全然余裕余裕ですよって言ってでもうテレビもやっぱりずるいよねテレビ。こうなんていうのこうわざとこうギャル曽根を勝たすようなそういうふうな番組制作にするわけよ。 へじゃない自分らやってんだからよく分かってんだろう <laughs> もうほんまにねそうやってこうやっぱ番組の,その編成をうまくしたいだってもう食うの早いんだもん相撲取りあペロペロっと食ってまだ余裕あんのにその辺でちょっと止めてもらってとか言って最後だからあでこううまく編成して最後ギャル曽根が勝つようにしてる ギャル曽根さんは決して早食いではなくて大食いですから綺麗、うん、に食べるっていう、うん、だそういうの見てて<ー>最近の本当テレビ局も本当にこんなとばっかりしてたらもう潰れるぞみたいなことを思ってさそう思わない「うん、はい」って言えないもんなお前ら <laughs> なあ本当にでも 秋山はよう食べるよ、ね、だうちのだからその経理の女の子がさ「秋山がどれぐらい食べるか見てみたい」って言うから <laughs> そしたら「だらうちに呼ぼうか」とか言って言ってそしたら、まあ「全部払う?」って言ったら「払います」とか言って「焼肉どれぐらい食べるか払います」とか言って「おとぎあるね」みたいな「じゃあ今度呼ぼうか」みたいなとこで。 実現してるんだけど、どれぐらい食べるのかな。十万円は食べるかなうちで。十万円って効かなそうな感じじゃないですか今の話ちゃ <laughs> じゃあその頃給料なくなってしまう。<laughs> だから本当にご飯をいっぱい食べて、半分俺が見るみたいなとこ、<laughs> 半分見るよ。お相撲さん食べたらやっぱ食べるの見たら気持ちいいからね。本当はみたいですね。 本気のは見たいですね本気の秋瀬山を見てみたいね本当にだからうんとガチンコでちょっとギャル曽根と本当食べさせて本当にガチンコでどっちが勝つかみたい<ー>唯一ギャル曽根にこう隠れて勝った男秋瀬山でも昔はいたけどね須佐の海とかいろんな湯を食べるやついっぱいいたけどうん。 まあ、お相撲さんはねそれぐらい豪快に食べてテレビテレビの視聴率もいいんだろうねそうやってお相撲さんどんどん呼んで食べるって、はい、期待できるじゃないですかいっぱい食べるそうでも全然ヘなチョコもいっぱいいるからねそうそう,もう全然体大きくても全然食わないやつはいるからね